Benvenuti a Vivi Giappone per una puntata molto artistica. Oggi ci troviamo nel laboratorio di un artista, di uno scultore qui di Sendai, Keisuke Matsuoka, che ultimamente, mentre sto facendo questa ripresa, tra l'altro è esposto anche in varie gallerie d'arte a Roma. Bando alle ciance, sentiamo qual è la sua arte, qual è il suo messaggio, come lavora e cosa sta esponendo adesso a Roma, perché veramente da non perdere d'occhio, veramente opere molto interessanti. Ma bando alle ciance, iniziamo. Kyosa sotte kurete arigato gozaimasu. Ya, okoshi itadete arigato gozaimasu. Watashi wa Matsuoka Keisuke to iimasu. Nihon de chōkoku wo yatte iimasu. Watashi ga chōkoku de kou tsuikyū shite iru mono tteiu no wa 人間とは何かっていう、本当に人間が生まれたら一度は抱くであろう疑問について、こういう彫刻というものを作ることによってアプローチしていこうっていう目的で制作しています。そのいろいろな素材を用いてこう形作る行為っていうのは、本当に人間の根源的な欲求を満たすものであったり、人間が本来持っているこう DNA に訴えかけるような力を持っていると私は感じていて、そういう力を信じながら人間というものについて考える行為の手段として彫刻を用いています。一応どんな素材で自分の作品を作ってるし、どんなテクニックを使いますか？一応メインになるのは木を使って制作することが多いですね。ただその木といっても、日本でよく昔から作られている仏像のような丸太を削るものではなくて、黒炭材、こちらの作品にあるような黒炭の板材を表面に皮膚のように貼り込んだ作品であったり、あとはこちらの作品は木なんですけども、一般的に使われる合板ですね、はい、合板を人型に形抜いたものをこうずらして接着していって削ったりであったり、なので従来の伝統的な彫刻とは違う制作手法によって形を生み出しています。私はもともとその特殊メイク、映画の特殊メイクがやりたくて、そういうどこで勉強したらいいかって考えた時に、そういう彫刻っていう立体物を勉強したらどうかっていう、その美術教員からの指導もあって、で大学で美術の彫刻のコースに入ったんですけども、そこでもう彫刻っていうものの魅力に取りつかれてしまって、それ以来ずっとその彫刻家としてやっていこうっていうふうに決めています。次はやっぱりちょっと自分とローマと、イタリアの関係と、やっぱり今の、行ってる展示会についてちょっと教えていただければ。イタリアとの関係でいうと、2017年の3月からポーラ美術振興財団という日本の企業の助成金を得て、1年間ローマに滞在する機会を得ました。そこで本当にさまざまな美術館であったり教会であったり遺跡であったりというのを見て歩いて、すごく充実した時間を過ごしたんですけれども、その中で私は初めて、日本にいるとなかなか見れないんですけど、出会えなかった難民たちに出会ったんですね。でイタリアにはこの南アフリカであったり、そういう南の方から流入してくる難民のニュースっていうのは日本に行った時から聞いてたんですけれども、実際の姿と重なるまでにすごく時間がかかって、で現地での彼らのこう存在であったりっていうものを見つめるうちに、その難民をテーマに制作してみようということで、イタリア滞在中から難民をテーマに制作を開始しました。でそれっていうのはすごく私の根源的なテーマである人間とは何かという問いについて、何かこうアプローチできるきっかけにもなり得ると思いました。でその研究を、3、4年続けてきて、でちょうどイタリアで出会ったギャラリーで、その集大成となるような展覧会をしようということになりまして、今回イタリアのローマで難民をテーマにした展覧会を行っています。展示会はメイン会場となるのはローマのパンプレッキ通りにあるガレリアファーベルですね、ファーベルで、そこで新作の彫刻16点を展示しています。それと他に近隣のギャラリーで過去の作品であったり、メイキングの動画であったりっていうものを展示したり、あとはこのスタジオの作業風景っていうものをこうそのまま一縮したような空間を設置したりっていうので、その制作以外の面ですね、こう作品以外の制作の部分っていうのを触れられる機会を作っています。それと5月21日に開催されたビラッチョ・グローバーレっていう場所で開催された
難民たちとのコラボレーションの作品を作るっていうプロジェクトもやっておりまして、そこでは私が作った彫刻に現地のアーティストが手を加えて、それと現地で働く難民たちが一つ一つ作ったパーツを組み合わせて一つのインスタレーション作品を作るっていうイベントを開催しました。最後は何か、まあ、見てる人に対して何かメッセージとか挨拶の言葉とかありますか？私が彫刻を作るときにいつも考えているのは、こう日本人っていうこういう価値観であったり民族であったりっていうものに限定したアプローチではなくて、全世界の人がこう何か見たときに感じられるような作品を作りたいっていうふうに常々思っています。そういう意味でもこの世界中から人々の集まるローマで作品を展示できる機会を得たというのがすごく私にとってモチベーションを高めてくれたし喜びでもあります。ですのでたくさんの人に作品を見て何かを感じていただければと思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。Grazie mille per oggi, 本当にありがとうございます。Come vedete, l'arte giapponese contemporanea, moderna, è piena di sorprese, vi ho fatto scoprire qualcosa di nuovo. Purtroppo non so se farò in tempo a far uscire il video per il 30 luglio, non penso purtroppo, ma se avete occasione di andare a vedere le opere d'arte di Keisuke Matsuoka, io lo consiglio caldamente. Come sempre vi Giappone è tutto, iscrivetevi, condividete, mettete mi piace e commentate. A frappè. Grazie mille! Grazie mille, arrivederci, grazie.